ワシントンはアメリカ海軍の戦艦。ノースカロライナ級戦艦の二番艦。艦名はワシントン州にちなむ。その名を持つ艦としては9隻目。愛称はマイティ・ W。ワシントンは太平洋戦争を通じ日本海軍の攻撃で乗組員を失わなかった分の強い艦である。一方、イギリス派遣時には司令官が転落死し、 1944年2月1日には、戦艦インディアナの右辺3番砲塔付近に衝突し、衝突事故を起こして、本国修理に1ヶ月を要した。この際は、数人の水兵が死亡している。戦艦ワシントンは、アメリカ海軍が第二次世界大戦で運用した高速戦艦で、ノースカロライナ級の2番艦、ヤマト型戦艦の同世代艦であり、 火力と装甲で若干見劣りするが、ほぼ同等の速力を発揮できる。1941年5月15日に巡航後、修理と整備を行い、アメリカ東海岸や大西洋で活動した。1942年前半は、イギリス海軍の指揮下に入り、本国艦隊に所属して、スカパフローやアイスランドを拠点に行動したが、ドイツ海軍の戦艦ティルピッツと遭遇する機会は、 なかった。7月上旬の PQ17 戦団越えでは、ティルピッツ以下のドイツ艦隊出撃を警戒する、あまり航空機と U ボートの襲撃で大被害を被った。同年8月以降は、太平洋に配置転換され、ウィリス・エ d リー少将の帰還となって、ガダルカナル島攻防戦に参加する。10月中旬以降は、レンネル島近海を行動し、 ガダルカナル島に接近する日本艦隊を警戒した。11月中旬の第3次ソロモン海戦では、リー帝徳寺基礎部隊として、鉄帝海峡に突入し、ヘンダーソン飛行場砲撃を目指す第2艦隊と交戦する。戦艦霧島特駆逐艦綾波を撃沈して、連合軍の勝利に貢献した。その後も、米軍機動部隊の護衛や、 上陸作戦での対地砲撃支援を行った。マリアナ沖海戦や、レーテ沖海戦では、戦艦ヤマトとの対決を望んでいたにもかかわらず、実現しなかった。太平洋戦争終結後、間もなく予備艦となった。ワシントンは1938年6月14日に、フィラデルフィア海軍交渉で寄港。1940年6月1日に、 バージニアマーシャルによって命名され、浸水した。1941年5月15日、フィラデルフィア海軍交渉内において、初代艦長ハワード H.J. ベンソン大佐の指揮した、ワシントンは襲撃する。日本海軍の戦艦ヤマトに気候では後陣を敗したが、浸水と巡航では、ワシントンが勝利を収めた。従来のアメリカ戦艦は、 火力と防御力と航続力を重視しており、最高速力は21ノット程度であった。これに対しのオスカロライナ級は、16インチ砲、12.7センチメートル、両用砲20門、自動砲撃管制装置、12万馬力27ノット、発揮可能なタービンを搭載した、新世代の戦艦であったが、パン焼き場の機材配置が悪く食事担当兵にとって、 働きにくいという些細な欠点もあった。だがワシントンでは、それ以上に、深刻な欠陥が明らかとなった。全力高味で22ノットを出した瞬間、艦内のプロペラ軸に通じるスケンクが振動し、艦全体が大きく振動するトラブルに見舞われたので、ある。新しいスクリューに乾燥し、7月12日には28.5ノットを発揮したが、依然振動に悩まされた。 その後、ドック入りし、スクリューを調整して、振動問題は、一応の解決を見たが、ワシントンが28.5ノットを発揮することは二度と、なかった。太平洋戦争が始まる1941年12月8月まで、ワシントンは北アメリカ大陸の東海岸沿岸や、メキシコ湾で整備と訓練を行った。ワシントンと空母ホーネットは、 大西洋艦隊のジョン・ W ・ウィルコックス少将の指揮下に入り、ワシントンは第6戦艦部隊を編成し、帰還となった。1942年3月26日、ウィルコックス少将はイギリスに向かうため、空母ワスプ、従順洋艦ウィッチした従順タスカルーサなどから構成される第39任務部隊を率いてメイン州ポートランドを立った。しかし、 ポートランドを立った翌日に人が荒れ狂う大西洋に落ちたと警報が鳴り、間もなくウィルコックス少将が行方不明であることが判明した。タスカルーサは救命部位を投下し、天候が優れないにもかかわらず空母ワスプから捜索のため艦上爆撃機が発進し、駆逐艦も捜索に加わった。駆逐艦ウィルソンの見張りが海面に目を落とすと、 少し離れた距離の水中に少々を見つけたが、拾い上げることができなかった。機関のワシントンでは、少々が海に落ちた原因について、解目わからず、一部の論者は、心臓発作を起こしたか自殺したと考えた。同27日12時28分に、ウィルコックス少々の捜索が中止され、自席指揮官であるロバート C ・ギフフェン少々が、ウィチタを機関に、 任務部隊の指揮を引き継いだ。4月4日に任務部隊はスコットランドオークニー諸島のスカパフロー白地に到着し、ジョン・トー・ビー大将が率いるイギリス本国艦隊の指揮下に入った。この海域における最大の脅威は、イギリス首相ウィンストン・チャーチルが海上にはティルピッツに匹敵する目標はないと指摘したように、ノルウェー中部西岸のトロンハイムに潜む。 ビスマルク級戦艦2番艦のティルピッツであった。さらにドイッチュラント級装甲艦やアドミラルヒッパー級重巡洋艦も出撃準備を整えていた。第39任務部隊の大多数はソ連に向かう援助船団の護衛やティルピッツ警戒に従事した。ワシントンは本国艦隊で演習と訓練に加わり4月7日の演習では イギリス海軍のキング・ジョージ5世級戦艦リューク・オブ・ヨークと対空演習射撃を行った。第39任務部隊は第99任務部隊に再編される。第99任務部隊は1942年4月28日にソビエト連邦のムルマンスクに向かう P95、戦団の護衛をするため出撃した。5月1日、ドイツ海軍の駆逐艦3隻と潜水艦1隻は、 p q 1 1戦団と AK 順エディンバラを襲撃していた。同1日、第99任務部隊では、トライバル級駆逐艦パンジャビと戦艦キング・ジョージ5世が衝突し、パンジャビが沈没した。ワシントンは、船体が2つに折れたパンジャビとの衝突を回避すべく、点出したが、沈没艦の爆雷が水中で爆発した。キング・ジョージ5世は修理のため駆逐艦に護衛されて、 スカパフローへ戻り、ワシントンと護衛艦,艦艇は5月5日までその場に止まる。この時、第99任務部隊はアイスランドのクバルフィオルズルに向かい、同地で補給艦ミザールから食料の供給を受けた。また潜水調査が行われたが、冠水戦火に損傷なしという結果が得られ、一同を満足させた。クバルフィオではアメリカ及び、 デンマークの高官が、ギフェン提督を表敬訪問し、5月12日に彼の帰還に上艦した。第99任務部隊は、その後本国艦隊と交流のため5月15日に、編成外が行われ、6月3日にスカパフローに戻る。翌日ヨーロッパ方面艦隊の司令官、ハロルド・スターク提督がワシントンに上艦、その司令官機を敬用し、ワシントンには、 臨時司令部が置かれた。6月7日には、ジョージ6世がワシントンを視察した。スターク提督がカノを離れた後、ワシントンは、ソ連の港に通じる北極海の航路を紹介した。6月27日、p q 7戦団はアイスランドを出発し、アルハンゲリスクに向かった。東美提督次期卒の警戒部隊が、間接護衛を行い、ルイス・ハミルトン少将が率いる。 英米巡洋艦部隊が直接護衛を行う。ドイツ軍は輸送船団 p 9 7を攻撃するため、レッセルシュプルング作戦を発動した。7月3日には、戦艦ティルピッツ、ポケット戦艦アドミラルシェア従順アドミラル、ヒッパー随藩駆逐艦,艦がアルタフィオルドやナルビクに集結した。p q 7戦艦の警戒部隊にワシントンを含めた戦艦2隻と、 空母ビクトリアスがいることはティルピッツも知っていた。ティルピッツ部隊は7月5日に出撃したが、p 9 7戦断を襲う前に反転して帰還した。結局、本作戦でワシントンとティルピッツが交戦することはなかった。だが、ティルピッツ以下のドイツ艦隊を恐れたイギリス海軍省は、p 9 7戦断を分散させ、各船が自力でソ連に向かうよう命じる。 PQ-17 戦団は33隻のうち23隻が空襲というボートの攻撃で沈没した。米国はワシントンを有効に活用できないイギリスに失望した。また、ソ連向け援助戦団もしばらく中止された。7月14日にギフェン少将は機関をウィチタ帯移し、ワシントンは駆逐艦を伴ってアイスランドを離れた。7月21日、 ワシントンはニューヨークのグレーブズエンドに到着し、オーバーホールのため2日後にニューヨーク海軍交渉へ入居した。1942年8月初旬、米軍はウォッチタワー作戦を発動し、アメリカ海兵隊の第1海兵士団がガダルカナル島、ツラギ島に上陸し、占領した。日本軍は即座に反応した。第一次ソロモン海戦を筆頭に海戦が頻発し、 アイアンボトムサウンドと両軍が呼ぶほどの激戦が繰り広げられた。8月29日、ワシントンはパナマ運河を通って太平洋に進出した。9月13日、トンガ諸島トンガタップ島、ヌクアルファ病地に闘病する。ニューカレドニアで、軽巡洋艦アトランタと合流し、駆逐艦ウォークとベンハムを引き連れて、日米の激戦が続く。ガダルカナル島へ赴く。 10月9日、アメリカル師団を乗せた輸送船団がニューカレドニアのヌメアを出撃し、ガトーへ向かう。空母砲ネット部隊、ワシントン部隊、巡洋艦部隊は輸送船団の間接支援を命じられた。このうち巡洋艦を機関とする第64任務部隊は日本艦隊を積極的に攻撃するよう命じられていたので、ガトー近海に進出し、サボ島付近で 第8艦隊の飛行場砲撃部隊を野戦で撃退した。だが、第64任務部隊も、第6戦隊の反撃により、駆逐艦一隻が沈没、従順ソルトレーク式と軽巡ボイシー及び駆逐艦一隻が損傷して、戦線を離脱した。ワシントンは、第64任務部隊に組み込まれ、新司令官ウィリス・エイリー少将は、ワシントンに、正気を掲げた。 第64任務部隊は、ワシントンを中核とする部隊と、サンフランシスコを中核とする部隊に分かれていた。ガトー陸上では、ヘンダーソン飛行場基地に、日本陸軍第17軍が総攻撃を観光しようと準備を進めていた。陸軍支援のため、日本海軍の前進部隊と、ナグモ機動部隊もサンタクルーズ諸島方面に進出する。第64任務部隊は、 ガトウに接近する日本軍の増援部隊や輸送船団を阻止する任務を与えられていた。ところが、日本軍潜水艦が第64任務部隊を発見し、追跡を開始していた。10月20日午後7時ごろ、サンクリストバル島東端の南100海里において、以後第176潜水艦は第64任務部隊を発見する。イ176は、 十巡洋カンチェスターを来撃して撃破した。これ以降、第64任務部隊は日本軍に幾度か発見された。だが第一航空戦隊を中核とするナグモ機動部隊が探していたのは空母エンタープライズと空母ホーネットを主力とする第61任務部隊だったので、第64任務部隊は攻撃を受けなかった。10月25日には連合艦隊が ナグモ機動部隊に第64任務部隊を攻撃するよう命令したが、ナグモ機動部隊は距離が遠すぎるという理由で攻撃隊を出していない。ナグモ機動部隊の参謀は敵空母の出現必至と判断される状況の中で、空母以外の敵を攻撃することは差し控えたと回想している。また、第64任務部隊の位置はレンネル島西方海域で、 ラバウル航空隊の空襲圏内だったが、感染攻撃準備ができていなかったので、日本軍基地航空部隊は空襲を実施しなかった。10月27日、E21 はコロラド急戦艦を発見して、魚雷を発射する。魚雷が早爆し、ワシントンに被害はなかった。30日、仏陵ニューカレドニア州とヌメア、ダンビア湾に停泊した。 ダニエル J ・キャラハン少将が着任して、艦隊の編成が変わり、ワシントンと行動を共にしてきた、スコット少将及び従順サンフランシスコと、軽順アトランタは、第67任務部隊になった。キャラハン提督とスコット提督は、ターナー提督の指揮下に入り、輸送船団を護衛して、ガダルカナル島に向かった。11月11日、ワシントンはダンビア湾を出港した。 空母エンタープライズ、戦艦、巡洋艦、駆逐艦部隊という第十六任務部隊は、日本軍の輸送船団、東京急行を迎撃するためガダルカナル島に向かった。サウスダコタには、艦隊の薬病神という評判が立っていた。十一月十三日日付変更直後、第十一戦隊司令官安倍光貴少将が率いる、飛行情報撃部隊と、キャラハン少将を率いる、 第67機動部隊第4軍の巡洋艦部隊が鉄底海峡で交戦する。日本側は戦艦比衛及び駆逐艦夕立と暁を失い、米軍はキャラハン少将とスコット少将が戦死し、軽巡アトランタとジュノお及び駆逐艦4隻が沈没、巡洋艦3隻と駆逐艦3隻が損傷した。第3次ソロモン海戦第1夜戦は相打ちに近い形で終わった。 戦略的には、ガダルカナル島、ヘンダーソン基地砲撃を阻止したという意味で米軍の勝利である。日本軍は大損害を受けたが、第二艦隊機関あたごのもと、戦艦霧島を中心に部隊を再編し、再びガダルカナル島砲撃を起とした。米軍は、潜水艦、トラウトの通報により、近藤艦隊の南下を察知した。11月13日、 B-17 ヤップ B、カタリナ飛行艇は、ガダルカナル島に向かう日本軍巡洋艦部隊や輸送船団を発見した。南太平洋部隊指揮官、ウィリアム・ハルゼージュニア中将は、日本艦隊は、ヘンダーソン飛行場を砲撃した後、輸送船団で上陸作戦を行うと判断した。同13日16時30分、ハルゼー提督は万全の状態ではない。 エンタープライズを温存し、リー・テイクが指揮する戦艦2隻と駆逐艦4隻を引き抜き、ガダルカナル島に派遣する。同13日夜の間に、ガ島に到達できる見込みはなく、第64任務部隊は、第7戦隊司令官西村昌司少将の支援隊による、ヘンダーソン飛行場砲撃を阻止できなかった。11月14日にや、 第64任務部隊は単純人を形成し、ガダルカナル島砲撃のために、ガトウ北方から接近してきた近藤艦隊と日本軍輸送船団を迎え撃った。23時17分、ワシントンはレーダーで探知した軽巡洋艦川内に対して最初の16インチ手法による砲撃を行った。D 部隊はサボ島東側から出現した総統隊と交戦し、 照明段下で砲撃を行う。相当隊に被害はなかったが、煙幕を展開して被退した。続いて、サボ島の西側を回ってきた相当隊の駆逐艦綾波と第10戦隊司令官木村進少将が指揮する直江隊が出現し、D 部隊と交戦する。D 部隊の駆逐艦は戦闘不能になり、日本側は魚雷の再装填のため D 部隊と距離を取った。 ワシントンとサウスダコタは駆逐艦綾波を葬った。この時、サウスダコタは炎上中の遊軍駆逐艦を回避するため重火事に変身し、近藤長官時期卒の射撃隊の前に踊り出て、単勝島で捕捉された。ワシントンはレーダーで大型艦を探知していたが、霧島とサウスダコタの区別をつけかねていた。日本側が単勝島をつけたことで、ワシントンは、 サウスダコタと日本側大型艦の判別がついた。ワシントンは午前0時から主砲75発を発射する。日本側はサウスダコタに熱中していたので、ワシントンは反撃を受けず砲撃に専念できた。ワシントンは霧島に9発の命中弾を与えて、高校府の都市、沈没に追いやった。これは太平洋戦争における初の戦艦同士の 方船であった。霧島を片付けたワシントンは、通信不能のサウスダコタを援護するため、北北西に進路をとって、近藤艦隊の誘致に努めた。結果的に、ワシントンは、単管で、霧島脱落後の近藤艦隊に突撃する形になった。この夜戦でワシントンは、従順や駆逐艦複数隻から、多数の酸素魚雷を撃ち込まれている。 だが、新艦が花瓶に設定されていたため、ワシントンの監視派によって魚雷が自爆してしまい、命中しなかった。ワシントンは、勇敢で熟練した、相関技術で、魚雷回避に成功したと報告している。この野戦で、ワシントンの受けた損傷は、環境に5インチ砲一発が命中したのみだった。ワシントンは、サウスダコタと合流し、ヌーメアに向かった。ワシントンが去った後、 日本軍輸送船団は11月15日未明にガトウに格座して強行上陸を開始したが日中の空襲や重砲射撃で壊滅した。ワシントンとサウスダコタはダンビア湾で修理を行った。ここでワシントンはサウスダコタを見殺しにして逃げたという噂が広まり、両艦の乗組員の間で留置場がいっぱいになるほどの喧嘩が繰り広げられた。 サウスダコタのトーマス・エル・ギャッチ艦長は本国に戻ると、1943年5月、サタデイ・イブニング・ポスト誌で、サウスダコタの活躍を誇張し、ワシントンが逃走したと宣伝したので、両艦の陸民の間に戦後にまで過言を残した。第3次ソロモン海戦は、太平洋戦争の戦局の転換点となり、この海戦で、ワシントンと李帝クは、米軍の勝利に貢献した。 戦艦同士の砲撃戦が終わると、ワシントンは、対空、対地砲撃に活躍するようになる。サウスダコタは修理のため本国に戻ったが、新鋭戦艦インディアナと修理を終えた、戦艦ノースカロライナ及び空母サラトガが最前線に進出し、ワシントンとエンタープライズに合流した。ハルゼー提督の帰化艦船は、新鋭戦艦部隊、空母機動部隊、 巡洋艦部隊、護衛部隊に分割された。1943年1月下旬のレンネル、島沖海戦で一式陸上攻撃機の空襲で従順シカゴが撃沈された。さらに、第二艦隊がトラック白地を出撃してきたので、ワシントンを含むアメリカ艦隊は日本軍の新たな構成と艦隊決戦に備えた。しかし、第二艦隊の行動は陽動であり、 日本軍はガダルカナル島撤収作戦を発動してガトから去っていった。ワシントンは1943年4月までソロモン諸島周辺で空母サラトガトエンタープライズを護衛し、以降も各地で空母任務部隊の護衛を行った。ワシントンは同年11月からギルバートマーシャル諸島の戦いに参加空母バンカーヒル、モンテレーの護衛を サウスダコタラと行っている。1944年2月1日、クエゼリン艦渉を空襲する空母と行動中だったワシントンは戦艦インディアナと衝突事故を起こした。これは護衛の駆逐艦に給油を行おうとしたインディアナがワシントンの艦首を横切ったことで発生したものだった。ワシントンの艦首には約60メートルの亀裂が入り大きな損傷を負ったワシントンは マジュロで応急修理を行った。当初、応急修理に30日間かかると見積もられていたにも、かかわらず、24時間体制で修理を担当した、工作艦ベスタルの作業隊はわずか10日間で完了させた。その後ワシントンは、本格的な修理を受けるために、新珠湾へ向かい仮監修を設置、続いて、ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍造船所で、 本格的な修理が行われた。1944年6月のマリアナ沖海戦では撤退する日本艦隊の追撃命令がワシントンに下され、誰もが戦艦ヤマトのことを噂したという。しかし、ヤマトとの砲戦のチャンスはなかった。1944年9月にワシントンはその手法で、パラオのペリリュー州、アンガウル州に対する艦砲射撃を行い、10月10日には、 沖縄攻撃を行う空母部隊の支援を行った。11日から14日まで、ルソン島北部及び台湾に対する攻撃を行い、21日にはビサヤ諸島への空襲支援に参加している。冷凍機械戦では、ハルゼ勢の命令に従って、小沢機動部隊を追撃し、ヤマトとの決戦を望んでいたワシントン将兵は落胆した。また、 小ざ艦隊霊下の航空戦艦ひなたと、姉妹艦伊勢まで4 2トルの地点まで接近していたが、アメリカ側戦艦部隊は南に引き返した。1944年11月5日から1945年2月17日まで、ワシントンは高速空母機動部隊の護衛として、琉球諸島、台湾、ルソン島、カムラン湾、仏領インドシナのサイゴン、香港、関東、 海南島、南西諸島、そして日本の首都である東京への空襲に参加した。1944年11月26日、駆逐艦全勤ンキンスらと演習中だったワシントンの見張りが先に通過した魚雷日本の功績を発見した。これは旅50が米機動部隊に対して発射した魚雷であることが戦後になって分かった。 1945年2月19日から22日まで、ワシントンは、伊王島への上陸部隊支援として、艦砲射撃を行った。その16インチ手法と5インチ副砲による砲撃は、伊王島の地形を変えてしまうほどであったが、将兵は不拡大規模に掘られた地下陣地に潜伏していたため、日本側の死傷者はわずかであった。続く二月十三日から三月十六日まで、 島でのの支援活動ををを行行行い、2月25月日にには、東京に対する空襲を行う空襲う母の護衛を行った。3月18日、3月19日及び3月29日には、本州の航空基地を含む重要拠点に対する空襲を行う空母部隊の護衛を務め、3月24日に及び4月19日には、沖縄島の日本軍に対する砲撃を行っている。 絶え間なく続いた任務の後、1945年6月1日に、レーテ島サンペドロ湾に病泊したワシントンは6月6日に、ピュージェットサウンド海軍交渉に向けて出航する。途中グアムとシ珠湾に立ち寄り、ピュージェットサウンドに到着したのは6月28日のことであった。結局ワシントンは太平洋戦線の前線に、再び参加することはなかった。 ワシントンの最後の軍役は8月中旬の東京湾での活動及び9月2日の幸福調印式への参加であった。その後カリフォルニア州サンペドロで修理後の大焼けを行い、パナマ運河を通過して大西洋に戻る。10月6日にフレデリック・シー・シャーマン中将率いる11.6任務軍に加わり、10月17日にフィラデルフィア海軍造船所に到着。 10月27日に海軍記念式典に参加した。1945年11月2日、マジックカーペット作戦の一環として、陸上部隊の輸送に借り出されることになり、その日から造船所で信頼の増設を行った。工事は11月15日に完了し、乗組委員の構成は、主幹84名、水兵835名まで減らした。 ワシントンは11月16日にイギリスへ向けて出発し、11月22日にサウザンプトンに到着した。その後、陸軍の士官185名と貸し官兵1479名をニューヨークに輸送した。ワシントンは輸送任務を終えると1947年6月27日に予備役入りとなり、大西洋予備役艦隊のニューヨーク部隊に加わり、 1960年6月1日には海軍席から除籍された。1961年5月24日に売却、解体された。ワシントンはノルウェー沖の北極海での活動をはじめ太平洋の南から西まで駆け回った。第二次世界大戦中13個の従軍政省を授与された。ハワードイジェエベンソン大佐。 1941年5月15日、グレン・ビー・デイビス大佐。1942年7月25日、ジェームズ・イ、e、ー・メイヤー大佐。1943年4月27日、アダナ、サイレント、ジム・トーマス・アール・クーリー大佐。1944年4月23日、アダナ、トム・ジー・サン・ロス・コー・エフ・グッド大佐。1944年10月16日、 フランシス X マキナニー大佐、1945年6月3日、ありがとうございます。